6月25日横浜、ナホトカからの定期船が入港した。出迎えの人々の中に33年ぶりにカラフトから帰ってくる母親を待つ在日韓国人文幸子さん60歳の姿があった。母親の金家俊さん78歳は今から33年前の昭和18年、徴用された夫の後を追い、幸子さんら二人の娘を残して樺太に渡った。そして離れ離れに暮らした30年余りの歳月、この日ようやく帰るとの連絡を受け横浜の桟橋に駆けつけたが、なぜかこの船には母親は乗っていなかった。東京足立区に昭和32年の日ソ宣言に基づき、妻を日本人に持つゆえに引き上げることのできた在日韓国人数家族が住む。今樺太には戦時中強制徴用され、そのまま祖国に帰ることのできない人々が4万3000人もいるという。37万の日本人は引き上げた。日本国籍を持ちながら韓国人だけがなぜ取り残されたのか、去年の暮れようやく日本国を相手取り裁判にこぎつけた。7月6日東京地方裁判所、この裁判の第3回公判が開かれた。ご努力で明るい方向に向かっているということだけは言えるんじゃなかろうかと思います。かなり渡航申請も出ておるという話でございますので、もう一段と我々文幸子さんの33年間待ち続けた日、6月28日、母親を乗せたバイカル号が横浜港に着いた。母親は元気な姿で帰ってきた。しかし母親と一緒に樺太に行った妹や弟は乗ってはいなかった。なぜ金家俊さんだけが今回帰れたのか、国側は何も明らかにしない。サハリンには故郷に帰れる日を一日千秋の思いで待ち続けている人々がいる。